マリン・ゴレミノフマリン・ゴレミノフは、ブルガリアの作曲家、キュステンリル出身。弁護士の息子で最初は法律を学んだが、後に音楽に転校した。ソフィアで学んだ後、1931年から1934年まで、パリに留学し、作曲をスコラ・カントルムで、バン・サン・ダンディとポール・ル・フレムに、エコール・ノルマル音楽院で、ポール・デュカスに学んだ。帰国後、 ラジオソフィア室内オーケストラの常任指揮者となった。1938年から1943年までミュンヘンで作曲と指揮を学んだ。1943年にソフィアの国立音楽アカデミーの教授となり、管弦楽法、指揮、作曲を担当した。1965年から1967年にかけてソフィアオペラ劇場の音楽監督を務めた。 1976年にウィーン大学からゴットフリートヘルダー賞を贈られ、1989年にブルガリア科学アカデミーの会員となった。作品には4つのオペラ、オペレッタ、2つのバレエ、4つの公共曲、公共詩、公共的変装曲、室内楽曲、合唱曲、歌曲がある。作風はブルガリア民謡のリズムとメロディーに大きく寄っているが、 モダニズムの要素も取り入れている。息子のミハイルも作曲家である。ありがとうございます。